時刻は午後7時になりました。ここからは愛知県東海市にあるメディアス FM から生放送でお届けするミートアラウンド834サテライトフラッシュ。毎週木曜日の担当は名古屋の大須から超絶元気発信お総菜アイドルの OSU がリモートでお届けします。本日のメンバーは、はい、OSU の黄緑色担当キャプテンのアミーゴこと夏川亜美と、ラベンダー担当なっちゃんこと井川夏と、ピンク担当リンリンことコーナリンです。よろしくお願いしまーよろす。しくおよろしく願いお願しいしまます。お願いします。はい、ということで、まあ、2023年もこうして引き続きメディアス FM 担当させていただいているということで、新年ね、明けまして新しくなりましたけれども、OSU もね、新しくそのうちなりますそうよですね。ね。もう今週の日曜日には新しくなりますね。新しくなそうりますですね。ね。新メンバーがね、加入するということで。まだ何人かもみんなに言ってないそうですね。もんね。ですね。そうですね。何も知らどないですよね、みんなは。う？でももう新メンバーとそのレッスン自体は何ヶ月くらい？ 3 ヶ月くらい。もそうですね。うやってる結わ構け。長い。じゃんね、私たちはね。そうでどう？すね。なんかちょっと匂わせて見てほしい。バレない程度に難しいですみね。んちゃんが一番教えてるんじゃないですか、こそうのだ中でね。は。教そう育です係、一ね。番知ってそう。私が、なんて言うんですか、初めての後輩がそうでだきね。るんですけど、一緒に、毎週、12期生プラス、新しいメンバーで今やってるんですけど、ですレッスね。ンを。すごい、かわいいです。かわみんな。いいなの、感想。レッスン毎週やってて感想かわいいなの。なんか でも、すごい聞いてくれて、もう、なんか、ここどうすればいいですかみたいな。細かいところとかも、すごい追求してて。すごなんか、自分が、結構、まあ、い。半年ちょっと前ぐらいなんですけど、デビューしたのそうが。だね。なんか、すごい、全然自分の時と違いすぎて、尊敬します、ええー、私が。そうこっちかが。な？そう？ なん そか、うかな？昨日もなんかリハーサルみたいな感じだったじやゃっないたですね。か。ライブ、デビューライブのリハーサルをね、やなんりかそまれしをた見るね。みたいなのをやったんですけど、なんか、みたいな。普通に、すごい、ってなりました なんかね。さ、レッスンの先生がさ、なんか、もうこの現メンバーにさ、どう？みたいな。なんかダメ、ワンポイントアドバイスして、みたいな、あるじゃん。もう言うことない、言うことない、みたいな本当それです。感じじゃない？みたいな。褒悩めることみ、しみかたないくな。て、なんそう、かどこ直そうかな、みたいな。そう。だいたいなんか新メンバー入ってくると、いやもうここはもっとこうで、いやもう声出てないとか、ありがちじゃないですか。そうです そね。ういうのも全くなくね、なんか言わなきゃいけないなんだろう、みたいな。絞り出して、強いて言うなら、みたいなね。すごいですよね、なんすごか。かった。声優も、秀。声すごい出てて、声がすごい。おーみたいな。難数ヶしいで月すね。前と全然違くて、なんあ、か、りんちゃんたちめっそう。ちゃ教えたんだ、すごーってなったもん。なんええー、あか、りがとうございそれまだす。ね。りんちゃんと、やえが、素晴らしかっやえ、たね、そうできっすね。と。やえが結構、やえが結構すごいです。確かになんか、スパルタなんですよ、結構。わ かる、わかる かでもも、すスごい、パルタ。そうですよね。昨日もなんか、こうだよ、みたいな。そう。かっちゃこんよとかった教えてあもん。げてて、なかっんこか、よかったです。姉御感あったよね。あ中りま学す、あり1まし年た。生ですけど。すごいですよね。なんかもう威厳が生まれてた、中1にして。すごかったです。本当それです。なんか新メンバーもそうだけど、新しいメンバーが入ることによって、今いるメンバーの新たな部分も見れるのが醍醐そう味でだすなってね。思いましたね。確かにで確す。かに。まあそんなね、新メンバーが今月15日にデビューするんでね。まあ、その新メンバーも楽しみにしつつ、そこで一緒になる私たちのこの新たな一面もまたね、見てもらえたらなと思いますので、楽しみにしていてください。よろしくお願いしよまろす。しくお願いします。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしてます。今日のメッセージテーマは、お正月の思い出です。メールはメディアス FM のホームページにあるメッセージボタンから。
また、メディアス FM の専用アプリからもお送りいただけます。アプリのダウンロードは、メディアス FM のホームページからどうぞ。それではここで一曲お聴きいただきましょう。OSU でラン&ラン。時刻は午後7時7分です。愛知県東海市にあるメディアス FM から生放送でお届けするビートアラウンド834サテライトフラッシュ。毎週木曜日の担当は OSU がこの後午後7時30分までリモート生放送でお届けしていきます。ということで本日のメッセージテーマはお正月の思い出でございます。はい。何か、じゃあなっちゃんからお正月の思い出ありますか？はい。お正月の思い出、なっちゃんの。お正月の思い出。私、今、回線切れてて、今、大丈夫？お正月の思い出ありますか？から参加したんですよ。何？どこに？危ない！大丈夫ですか？何？大丈夫？なんか、テンパってんなとは思ったけど。聞こえなかったんですかね？私の名前が聞こえてきて。よかった瞬間びっくりしましたよかったですよかった急にえなんかネタみたいなよかったよかった無音になっちゃって私よかったですあんまりですかあそうですか、うん、すごいね今日も通常運転ですねいやこれは電波ですよよかったつながってでもずっと一緒にいましたもんね、うん、私たち。そうね、そうですね。はい、今年のお正月ね。年末年始。うん、カウントダウンもしまして。はい。はい、なんかでも、アミちゃんたちと年越しそば行きたかったんですけど、うん、忘れ物買って、はいはい、家で何で年越しそば食べたのが今年のお正月の思い出です。あの、カウントダウンライブの前にね、31日の夕方らへんに、はい、食べたんですよ、はい、メンバーで。年越しそばを。はいはい、なっちゃんその時あでも同じ時間ぐらいにそば食べてたってことね違う場所で、はい、一人で家で食べてました一人で食べたんだあのカチューシャ、あのトラさんのカチューシャを、ね、今日使うってことを認識しないまま生きてて、うんうん、やばいってなるほどねなんとかなりました、はい、よかったよかったですつけて出られてね、はい、なんか、ね、年始も一人でさなんか食べとらんかったえあ、年始も一人で、あの、家でしゃぶしゃぶの鍋を作って、なんか一人でしゃぶしゃぶするのめっちゃ寂しいんですよ。いや、寂しいよ。鍋一人で寂しいよ。そうなんですよ。はい。なんか寂しかったです。はい、うん。いいしゃぶしゃぶでしょしかもね。なんかそう、いいしゃぶしゃぶを一人で食べることがなんか寂しかったです。余計に。寂しいお正月じゃん、じゃあ。でした、実は。ね。へーりんちゃんは、うん、お正月の思い出。でもあの、明けて、年が明けてすぐに、私は出なかったんですけど、カウントダウンライブに。なんですけど、うん、すぐに神社に行って、近くのお家から近い。そうです。家族で、お姉ちゃんの木で行きました。うん、おでもなんか、今年めっちゃ、なんか、あんまで、あみちゃんよりは大丈夫なんですけど。あのもしかしておみくじおみくじです、おみくじです。はいはい、なんですけど、ちょっと、はい、なんで、末吉でした。うん、あ、なんか、キッチンの中で一番下です。はい。微妙ですね。今日の次です。今日の1個上あ、そうです。じゃあ仲間だな、それは。いやいやいや、あの、あみちゃんよりは全然上なんですけど。私も、今年のお正月の思い出、マジでそれしかないよ。今日やばいですよね。やばいです、うん。そんなことあります。でも私、あの、晩鐘寺で今日2回連続引いたことあって、一昨年ぐらいに。でも3回目引いたら大吉だったんですよ、確か。すごい。はい。なんで3回目引く価値はあります、実は。本当に確かにですね。もう一回引いてみてください、あみちゃん。どっかで。3回か4回引いた思い出あります。はい。ぜひぜひ。でもさ、3回目もさ、今日だった場合よ。はい結構やられるよ、まあまあ、メンタル。私も、一回今日引いて、二回目どうせ、今日より上が出るだろうと思ったの。はい、今日より下はないから。はい、まあ、大凶もあるけど、まあ、そんな存在忘れてて。そう、はい。で、いう気持ちで、ま、引いたらまた今日で、結構メンタルやられたから。もう、悲しいよ。まあ、でも、でも、信じてね、うん。そうですね。大須観音って、結構今日出るって有名じゃないですか。うん、らしいね、うん。そうなんですよ。なんか、
今日を、うん、なんか、何でしたっけ、基地に変えるみたいな、うん、のがあるんですよ。あ、知ってます？どういうこと？ありますよね。なんか、大須観音の、なんか隣ぐらいのところになんか、うん、今日を基地に変える、すごい場所みたいなのがあって。そうなの？え？なんか、お金を払って渡すと、なんか、変えてくれるらしいです。課金したら基地に変えられるんだ。はい、課金すればいけます。世界でも基地なんだね。大基地。そうなんですよ。基地止まりじゃん。別に今、そうなんだ、はい、大基地にはなれないんですけど。そうだね。ちょっと検討してみますわ。ぜひ。はい。うん。でもあれだ、ダメだ。結んじゃったからダメだ、多分。あー、ダメですね。探し出さないと。ですね。それは無理です。もう一回引きます。はい、紹介していきますか。はい、私紹介しましょうか。じゃあ、はい、ではお願いします。大丈夫？メッセージは見れてる？見れてます、電話届いてます。よかった。ラジオネ、はい、ラジオネーム福岡のともしげさんからです。皆さんこんばんは。こんばんは。今夜も福岡から参加します。お正月の思い出はまさに、ここ最近コロナでなかなか外出できなかったので、地元の神社を年祭りのウォーキングをしながら、これはお参りしたことですね。三社？三社参り？三社参り。あと年、年またぎのウォーキング、ね。年またぎのウォーキングって言わなかったですか、私。年祭りみたいな感じ。祭りみたいな。あれ？電波の問題かもしれない。はい。かもですね。三社参りって神社3個回ったってことですかね。すごい。へぇー。年祭り。へぇー。そんな儀式があるのかな。え、年を、え？へし。年祭り。年をまたぐ。年越す、越しながらウォーキング。とかですか？そういうことですね。そういうことか。3、2、1のタイミングで歩いてるってこと？そうじゃないですかね。そういうことか。へぇー。すごい。そうなんだ。ジャンプしてたわ。年祭り。私もです。私もジャンプしました。ね、しますよね。うん。わかります。毎年してます。すごい。ジャンプね。なんでするんだろうね、ジャンプって。この世にいなかったみたいな、言いたいんじゃないですかね。あの、地球にいなかったみたいな感じの。あ、そうです、そうです。あれだよね。地球にいなかったやつです。言いますもん、よく。言うね。はい。なるほどね。いろいろね、過ごし方ありますもんね。はい。では、続いて。はい。いきますか。ラジオネーム、タオルくんからいただきました。アミーゴなっちゃん、りんちゃん、こんばんは。こんばんは。お正月の思い出は、なんか、たくさん OSU で過ごしたみたいなことが書いてありました。うん、長い。はい、すっごい長く、ありがとうございます。うん、ありがとうございます。なかなか充実したギッチギチのスケジュールでした。楽しかったです。うん、OSU のメンバーも、ファンの皆さんも、うん、なっちゃんと過ごす最後のお正月、しっかり楽しみましたよ。ありがとう、とのことです。ありがとうございます。そうだね。なっちゃん最後のお正月だ、一緒に過ごす。わ、そうですね。楽しかったです、ね、本当よかったです、最後こんな思い出作れて。そうですね。こんだけ年末年始詰まってるの、まあ毎年ね、なかなか忙しいではあるけど、いや、こんな詰まってるのなかなかなかったよね。5年間で初めてでした。はい、そうなんですね。もうすごいなんか、三が日全部路上ライブでしたもんね。ね、それも初だった気がする。はい。すごいです。でも楽しかったです、めちゃくちゃ。楽しかった。はい、でもね、やっぱね、はい、深夜に起きてるのって、辛いね。それはそう。辛いんですね。辛いっていうか楽しかったけど、あとあと、はい、やっぱね、年齢も重ねてるんで。年齢の問題。なんか、ファンの人すごいなって思う。だって、すごいです。ここにもね、タオルくんも書いてくれてるけど、はい。その、カウントダウンライブで年越しした後、ファンの皆さんと新年会して、みたいな、はい、その夜中にさ、
やばい。私たちはもう帰ってる時間にお腹に新年会みたいな。して、また路上ライブ来て、新年会して、若いなって思ったの。やばいです。寝てないじゃないですか、絶対。寝てないよね。すごはい。い。元気、体力が有り余ってますね。すごいですすごいな。うーん、だっ尊て、普敬通です。に、お家帰るだけで家着いたの4時とかでしたもん。でし朝た、の。でした。普通だね、かラらイブ飲ん終でわったらて。もっと、もうマジで日の出とかですよ。や日の出。ばいですね。すごいにゃ。すごいやにゃ。あれ、出てました。出てました、なっちゃん猫の。いた、今、猫猫。になってました、今。一現れ瞬。るとは思わなかった。いや、ちょっと、なんか、自然すぎて。拾、なんか、拾わないとってなりましあ、た、ダ今。メ、ダメ、はい。ありがとうございます。よかったです。では、続続いきまて。して、ラジオはい。ネーム、ジュニーさんからのお便りです。りんちゃん、夏川はい。さん、なっちゃん、こんばんは。こんこんばんばんは。は。お正月といえば、お雑煮ですが、お餅が苦手なんで、いつも餅なしで、お汁と具をいただいています。皆さんはお正月、食べるもので苦手なものありますか？とのことです。おお。ありがとうございます。ありがとうこごれ、ざいます。おー、めっちゃ一緒、私。そうでしいたっつけ？もお雑煮を、はおい。餅なしで汁と具だはい。け食べる。ああ。お姉ちゃんもそれでした。今これ、めい年。ちゃんとも共感した。はい。なんでですか？お餅が美味しいんじゃないんですかね？お雑煮って。お餅が、まあ、そもそも私もそんなに好きじゃないんだけど、お餅自体が。ああ、なるほ苦ど。手まではいかないけど、あとなんかさ、お雑煮のお餅ってさ、はい。あ、味なくない？ありますよ。ありますよ。うちのお雑煮がいかんのかな？ 染でも、あみれじゃ込んない。でない。あ、そうそうそう。とかですかね。かな。でも汁だけ飲んでもお餅溶けてません。汁飲んだらもうお餅飲んでることになりますよ、絶対。ならない、ならない。お餅って溶けるの？なんか、ドロドロになって溶けます。それ、とろろの間違いじゃない？大丈夫。あれ？そうですか。溶なんけかないと汁、思います。溶そうけなんるだ。の？なんかこってりするイメージあります。コテコテの汁。あれ？じゃあみんなと食べてるもの違うかでも。もさ、お雑煮ってさ、お家によったり地域によったり違うじゃん。ああ、確かに。そうなんですね。入れるもの違ったりしますよね。そう、汁もなんか味噌系だったり、醤油系だったりとか、あったりするから、なっちゃんちはコテコテになるんだ。おぜ餅ひがななんんでほかしい。種類違うんですかね。あ、とかかめな。そういうっちゃ系溶かけもるおね。餅なんかな。そうですね。すごい。なるほどね。すごい。でありがもとうご別ざに、います。苦手まあ、なそもれのぞなれいね。なってなった。はい。まあ、でもなんそれか、ぞれ。おせちとか、あああ。と、ちょっと、普段食べないものとか多いから苦手なものとか出てくるかもね。おせちのエビは無理そうでですすね。ね。確かに。あ、エビ私もか。無理です。ね、いいじゃん。絶おせち対にに。食べないです。おせちおせちに限らずじゃん、それ、エビ。まあまあ。じそうでゃあ、すちょっとね。もう一通くらい読みますか。じゃあ、紹介します。ラジオネーム、しんさんからです。おいしいの皆様、お疲れ様です。お疲おれ疲れ様様です。私のお正月の思い出。気持ちは皆様と年越しって感じだったんですが、実家に帰省し、親との残り少ない大切な時間を過ごしたことにつきます。来年も一緒に年越しできることを初詣でも祈った次第です。皆様もご両親大切にしてくださいね、とのことです。ありがとうございます。ありあがりがととううごござざいいまます。す。とてもいいメッセージですね。おー、とてもいい。そうですね。親、家族と大の切に時しなき間ゃではす。ね。大切ですよ。でもいそうつですね。も家族とか親戚とかと過ごすかな。年越しというか、お正月、1月1日とか2日とか。わかります。私もです。集まるよね。集まりますね。りんちゃんもなんか年末とかにも集まってたよね。年末から年越しまで親戚のお家で全員で集まって、紅白も見てます。す紅ご白い。も見るの？すご全員で見るんだ。い。見ます。みんなで見ええー。て、
うん、なんか長い机を用意して、おせちボン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 ってあって、いいなぁ、めっちゃいい、フグとかあって、もうめっちゃ最高です。最高だ。私、一番好きです、その日が。楽しいよね。めちゃくちゃ楽しいです。で、子供たちで全員でジャンプするっていう、いつものくだりがあるんですけど。はい。めっちゃ楽しいです。ね、だそういうのもね、大人になってもね、続いていきたいよね。そうですね。って思う、本当に、はい。大切にしましょう。皆さんもね、はい、家族を大切に過ごしていきましょう、はい。はい。はい。たくさんのメッセージありがとうございました。それではここで一曲を聴いただきましょう。OSU で、スイートラブストーリー。愛知県東海市にあるメディアス FM から生放送でお届けしています。ビートアラウンド834サテライトフラッシュ。毎週木曜日の担当は OSU がリモートでお届けしてきましたが、お別れのお時間となってしまいました。たくさんのメッセージを今回いただきましたが、お時間の都合で全てをご紹介することができませんでしたので、ラジオネームだけでもご紹介します。中トロさん、お茶チョコファンファンさん、エマリンさん、アポロガイストさん、愛知のおやすさん、京都の山虎さん、皆さんたくさんのメッセージありがとうございました。ありがとうございました。それでは、ここで来週のメッセージテーマを発表していきたいと思います。の前に告知をしなきゃいけない。はい。告知をしますね、ここで。告知をしましょう。はい。告知させていただきます。1月15日に OSU がプロデュースしている OSU レボリューションニュースタートが X ホールにて行われます。この日に、なんとなんと、先ほども言いましたが、新メンバーが加入しますので、はい、皆様お楽しみにしていてください。お待ちしております。はい、お願いします。お願いします。それでは、改めてもう一度来週のメッセージテーマ発表します、はい。はい、お願いします。来週のメッセージテーマは、新しく始めたことです。うん。新しく始めたこと、なんかあります?私、はい。あるんですけど、はい。なんか、今年、新年、2023年から、はい、スケジュール帳を書きたいなと思って。おー、はい、なんか、去年は、はい、携帯で全部アプリでカレンダーで入れてたんだけど、はい、そうなんかもう全部アナログ化しようと思って、はい、スケジュール帳を買いました。紙でですね。いいすねそう、紙の。そうだから全部、全部ペンで、ペンとノートみたいな感じで。大変そうですね。ね、そう、でもなんかさ、楽しくない?書くの。私だけが。うん。まあ、最初は、そうですね。最初だけ。なんかそう、うん、そういうのは大体最初だけ。1月だけめちゃめちゃぎっしり書いて、ね、そう3月ぐらいになると、なんか空白みたいな感じになって、なってくるんだけど、そう、だからもう100均で買ったんだけど。でもね、書くこと大事ですよね、結構。そう、なんか1年経ったら覚えるんで。見返すのも楽しいなと思って、あ、今年、今年いっぱい頑張ったな、みたいな。はいはい。そうですね。いいなと思って、そう。だから、スケジュール帳アナログ化を始めました。こんな感じでね、皆さんも送っていただいたらなと思います。はい。お願いします。メールはメディアス FM のホームページにあるメッセージボタンから、またメディアス FM の専用アプリからもお送りいただけます。アプリのダウンロードはメディアス FM のホームページからどうぞ。また、この放送はメディアス FM の YouTube チャンネルにアーカイブとしてアップされます。メディアス FM YouTube で検索して、ぜひチェックしてください。それでは、この後は再び犬飼浩平さんのビートアラウンド834でお楽しみください。では、来週のこの時間にまたお会いしましょう。ここまでのお相手は、OSU の夏川亜美と、井川夏と、高田凛でした。最後は、この曲でお別れです。OSU で Take Forever。